さあその荻野が出てバッター鈴木大地です。まあ、今日はノーアウト一塁で一度送ったケースもあって千葉ロッテですが、ここはどうか。もうやはりね、中盤から終盤にかけるイニングになりますから、ここはやはり先取点という形で、やはりスコアリングポジションにランナーを進めて、やはり角中うまいと、はい、クリーンアップを迎えたいですね。加藤さん、はい、荻野選手なんですが、やはり塁に出て常にスタートを切るわけではないですが、相手が意識してくれればそれだけでも武器になると思いますと言ってましたね。まさにこの場ではそうです。ヒッティングの構えで入ってます鈴木大地。ここはバントの構えに変わります。今日は鈴木大地相手には2三振を奪っています。まあ、ここも一番ベストはやはり三振を取るところですね。まあ、内野ゴロですとね、打球は強弱によっては三塁ランナー足速いですから。有効なボールとしては何ですか。まあ、とにかく低めのシンカーで空振り取るのが一番いいと思いますね。まっすぐできてセンターの左へ、荻野はゆっくりとホームへ帰ってくる。6回の表千葉ロッテ先制点。2015年、この球場最初の得点は千葉ロッテに入ります。荻野の足を生かした千葉ロッテ、キャプテン鈴木大地のタイムリーヒット。最後はスリーツーからというボールですが、まっすぐできました。まっすぐでしたね。まあ、一つはやはりフォアボールを出したくないという意味でまっすぐを選択したこともあるんですが、ただやっぱり三振を取ったケースが非常にいい形のシンカーでやっぱり空振りを取っているわけですから、そう考えると今のまっすぐっていいコースにはいってるんですが、やっぱり鈴木大地にしてみるとやっぱりそのシンカーからすると甘いボールという感覚でやっぱりバットを出せますよね。さあなおノーアウト一塁です。そして3番の角中、ここもまたロッテとしてはいろいろできるシーンであると思います。